サバがうまかったら負ける。俺の方がうまかったら俺が勝つ。そういう風にできてるから。なんだこの壁焼き。うわ。懐かしい。そういう風にできてるんですよ。ここはね、もう壊さないときついから。この人知ってる人だ。うまいね。それは読んでるよ。だってうまいもん。だってうまいから絶対飛ばないと思った。え、多分こっちの方だと思うね。この板一枚使わせたのでかいな。何階か。あ、ここね、置いたくないね。置いたくないけど、イタチあるから。追うしかないな。イタチいるよ。どうせ距離稼がれるから、ここは。え、待って。また上行ってるんだけど。えぐ。これ上行かれるのマジできついんだよね。なるほどね。なるほどね。そうなんですよ、ここ。おい、何やってんだ。真面目にやってくれ。あー、強い板ね。バランスじゃないかな、これ。いや、もうこれ倒させるしかないんだよね、ここね。まあでも片方壊してたらやれるんですよ、実はここ。当たらなければ痛い。こうやって。両方あるとね、きついんだけど、片方壊してたら、まあ割と、板当たらなかったら、もう一周ここまで回ってこなきゃいけないから、倒せるんですよね。壊さなくても。強い板だけど。だから要は当てなきゃいけないんだよね、あそこの板も。絶対に。今足跡あったね。足跡あった気がするけど。あ、足音が聞こえる。フレコかこれ。でも次はね、まっすぐ飛ぶわ。あー、飛ばないのキモい。次は飛ぶと思ったんだけど、絶対次飛ぶから。いや、オフレコだ。オフレコだからあえて飛んでないんだこれ。あー、でも終わったな。この板とかも当てないとやっぱきついですね、こうやって。いや、さっきからさ、この2人しか見つからないんだけど。何これ。これは発電機つくよ。全然回ってないから終わっちゃう、このまま。なんか別のがいる。
で、この板とかもやっぱ倒しちゃうと弱いから、当てないといけない。あ、ここの窓はね、無理しなくていいです。やべ、ミスった。もう飛んじゃうとね、もうひじき開いちゃうんで、中から飛んだ場合ね、2回しか飛べないんですよね。今間違えちゃったけど、中から外に飛ぶと次戻ってきて、次飛ぶとひじき開いちゃうから、一応2回しか飛べない。あそこの窓は3回目飛ぶと死ぬ。こういうところとかもね、ちゃんとショートカットした方がいいですね。ほら、これね、これ板当てたら強いんだけどね。板当たんなかったらマジで弱いよね、ここも。もうこれの繰り返し、このマップは。だって板当たったら次こっちの板いけたでしょ。あ、これいるね、ここ。いると思うけどな。いないね。おかしい、いると思ったけど。あ、頭飛んだ。オッケー。マジでキラー楽しいんだよね、このマップ。なんかチェイスで勝つみたいな、特にピックだと。足跡あったね。足跡あったけど上に行ってるかな、この足跡は。こっちか。これとかもね、当たんなかったらね、当たったらね弱いんですよね。これ殴れたな。いや、プレッシャーやばそうだな。プレッシャーやばそうだな、これ。これね、まっすぐ突っ込んだら強いです、ここは。あ、うまい。でもこれ降りても、そんな距離離さないんで、ここにいた。一応、デッドアウト警戒しとこうかな。なんだ。そうそうそう、ここはね
超えていけるんですよね。だから本当だったら切れてるんだけど。オーキンス知ってるね、この人も。あ、これね、当たんなかったらマジでもうやばい。これで罪。これで罪。でも当たらないと気だ最強。あ、足当たる。寄ってきたっぽいな。いや、いると思うけどな、これ辺。あ、いた。ちょっとチェイスしようか、これあえて距離取って。ほら、これこの板、あー、なるほどね。この板はもう飛ばないのを待ってから切る。はい、最強です。板当たらなければ勝てます、このマッパー。